九州大学の森木と申します。あの本日ですね、えっと、ちょっと何でも相談おじいさんについて、あの話してくれといったリクエストがあったというふうに聞いておりまして、ちょっとあの細々と運用していたので結構びっくりしたんですけれど、あの、僭越ながらお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。よいしょ。 はい。で、簡単に自己紹介いたしますと、あの、現在九州大学で、まあ、IR やっているものなんですけれども、えー、生成 AI に関わるところで言いますと、えー、もう2年以上前ですかね、画像生成 AI を、あの、触ったりしていましたと。で、その後、チャット GPT が出てきたので、えー、テキスズ生成 AI をこう、触ったりとか、まあ、API もすぐ、えっと、3月ですかね、あの、出てきたので。 そこから、あの、個人開発でいろいろ作ったりしていました。で、えっと、まあ、そういった生成 AI が大学にどういった影響を与えるのかと、でその後大学がどうしていくべきなのかみたいなところに、あの、興味がありましたので、生成 AI ポリシーをデータベース化して公開したりですとか、あと、最近では、あの、大学給食員向けの講演研修ワークショップなどなどに登壇しているような人間になります。よろしくお願いいたします。はい。 で、えっと、ちょっとおじいさんについて、あの、話したいところなんですが、前半はちょっとその、作る経緯というか、なんで作ったのかっていったところをお話ししまして、後半で具体的な実装のところをちょっとお触れたいと思っております。はい。で、経緯が2つあってですね、1つ目が、あの、大学職員のためのプロンプトガイドの運用といったところになります。 はい。えっと、まあ、ちょっと個人開発でこんなものを作って、あの、公開しています。えー、まあ、あの、略して P4Arts なんて呼んでますが、あの、Prompt Guide for University s t f f という、あの、ウェブページを、ドキュメントのページを公開しています。で、ここに、えっと、AI 利用者として必要可欠なリテラシーであったりとか、まあ、最低限の知識であったり、まあ、はたまたそのまま使えるようなプロンプトなどを、あの、公開しているところになります。 はい。で、ウェブページもありますし、えっと、えっと、まあ、あ MRT ライセンスで、えっと、ギターハビ b にも公開しているので、よかったらご覧ください。はい。で、えっと、 業務におけるそもそもですね、あの、生成 AI 利用に対する現状認識、現在地といたしましては、えっと、まあ、この AI 利用者っていうのが結構広い意味を持っているので、ちょっと広く言ってるんですが、まあ、ほとんどの人はまだまだ LLM に対して期待しすぎ、もしくは恐れすぎといったところかなと思っています。あの、業務改善にはですね、例えばその GitHub c o パイロットを使ってコーディング業務を効率化しましたといった報告であったり、問い合わせ対応の業務を効率化しましたみたいなあの報告はもういくつかあるんですけれど、まあ、そういったですね、特定の、まあ まあ、えっと、エンジニアリングみたいな、クリエイティブな行為の選定ですとか、特定のケース、問い合わせですとか、そういったケースにおける、まあ、綿密なワークフローの構築っていうのが絶対必要なので、まあ、これも使っている方だったら、重々承知かと思うんですけど、チャット GPT を使ったら、必ずお仕事を改善できるわけではないんですね。みたいな理解が、まあ、まだまだ AI 利用者側には不足しているかなと思うので、過小評価したり、過大評価してしまったりする傾向にあるかなと思っています。 まあ、つまり、あの、ま、LLA も使いこなせる人はどん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 使いこなせるけど、あの、使いこなせていない人がどんどん損をしているような、えっと、現状かなと思っております。はい。まあ、なので、あの、そういった、あの、ギャップを埋めることが大事なのかなと考えているところです。はい。で、え、こういったプロンプトガイドをじゃあなぜ作ったのかというと、え、もう、え、先ほど申し上げたように、え、AI 提供者と AI 利用者との間にある知識、経験のギャップを埋めるためになります。 で、その、ここでいう AI 提供者、AI 利用者というのは、AI 事業者ガイドラインに基づいて、えっと、まあ、えー、私がいろんなところでお話ししているところにはなるんですが、あの、まあ、AI 提供者側であったり、AI の開発者の方々であると、まあ、その、ちょっと極端な言い方をしますが、えー、まあ、この左下ですね、え、生成 AI はこう、世界を変えるすごいですとか、まあ、もう圧倒的に効率化する下ですとか、まあ、その、 提供者、開発者からしたら、まあ、プロンプト書けばいいのに。これは、あの、AI 利用のアーリーアダプターも含めてですかね。まあ、プロンプト書いたらいいのに。みたいな、こう、感じになるんですね。で、一方で、あの、私が結構様々な大学の現場で、あの、お話ししたり、研修したりしている、まあ、経験から申し上げますと、まあ、そもそも、あの、生成 AI っていっぱいあって、それを、えっ、ー、と、どれ使えばいいのかですとか、生成 AI に何を入力すればいいのか。 あとは、その、まあ、嘘つくからちょっとダメだね、使えんね、みたいな話であったり、まあ、AI すごいらしいけどよく知らん、みたいな。まあ、そんなところの声を結構、あの、お聞きします。えですので、あの、先ほど、あの、言った、あの、P4S ってのが出てくるんですが、まあ、ミッションとしては、もう、その、生成 AI 利用のためのリテラシーの普及であったり、浸透になります。 はい。で、そういったところを、あの、AI 利用者側が、こう、身につけますとですね、あの、ま、AI 提供者側としても、生成 AI サービスの需要が増えますし、ユーザー体験も、こう、上がって、ま、特に、その、AI ガバナンスをちゃんとやっていくときに、あの、一緒にですね、AI 利用者と、こう、協力して、成功していくことができるようになると。いったところで、ま、みんながハッピーなのかなと思ったので、あの、こういったプロンプトガイドというのを作った次第になります。はい。 で、え、まあ、遠回しになったんですが、この大学職員のためのプロンプトガイドという、あの、まあ、いくつかページを設けているんですけれど、その中に AI プロダクトを公開しています。はい。で、現時点で4つ作っているんですが、あの、今回ですね、あの、その中でも何でも相談おじいさんについて、えっと、まあ、リクエストがあったので、こちらについてお話ししたいと思っている次第になります。はい。 で、えっと、経緯の二つ目といたしましては、この能力の拡張、まあ内政支援の必要性といったところになります。はい。で、えー、まあ、その業務において生成 AI を活用するとか、あまりできていないみたいな話をしたかと思うんですが、あの、そもそもなぜ生成 AI を活用するのか、その目的は、あの、まあ、私も言ってますし、えっと、アンドリュー先生なども言ってますが、えー、まあ、業務の効率化、自動化、 と、能力の拡張。この二つに分けることができると言われております。で、左側の業務の効率化自動化は、まあ先ほど申し上げたようなエンジニアリングであったり、問い合わせ対応であったり、まあ既存の業務へのインパクトも大きいし、まあ効果も大きいというところではありますが、あの、まあなかなかですね、あの、 その企業だったり大学によっては技術検証にとどまってしまうことが多かったりですとか、それが活用できるかどうかっていうのは、そのお仕事の文脈に大きく依存するところがまああったりして、まあまあその導入できて効率化できたらそれはインパクト大きいんですけど、なかなかそこまで難しいというのはあの考えられます。で、一方で、まあ農力の拡張とは言ってますが、あのまあ先ほどお話しいただいたようなところでして、あのまあ議論の促進、ブレーストの支援、まあ、思考の整理、拡張などなど、 それこそ大学の授業の中で使われているような使い方かなと思います。AI を活用することで自身の能力を伸ばすといったところをおくるんだ目的ですね。で、ここは AI 以前にですね、現在の高度が複雑化する社会とその業務に対応するためには、この大人にも能力の拡張、もっと平たくいったら勉強が求められているようでといったところではあるかなと思います。 で、今日はその右側ですね、能力の拡張についてちょっと深掘りしていきたいと思うんですが、ではその、えっと、まあ、能力を拡張するために、じゃあ、こう、何が効果的なのか、どういうことをすればいいのか、といった示唆を、職場学習論における内政支援からちょっと得たいと思っています。 で、ここで申し上げている内政支援というのが、まあ、こう、自らを考えさせ、自らを気づかせるための他者からの支援といった定義が簡単になされていまして、実際ですね、これ、あの、調査された結果なんですが、上司や先輩、同僚といった職場の他者による内政支援、これが本人の能力の向上に走行しているといった結果が出ています。で、こういった、あの、結果を見ますとですね、あまあ、そしたら、 といったところで、ここはあくまで仮説なんですが、AI から受ける内政支援も本人の能力の向上に脇をし得るのではないかなと考えた次第です。ですので、もちろん現場の業務に直接効率化自動化を図るような、そういった AI も既にありますが、今回はですね、こういった能力の向上を支援するための AI プロダクト、そのプロトタイプを作ったといったところが、何でも相談おじいさんの背景になります。 はい。えー、では、えっと、本題に入っていきます。ま、d e f i による、何でも相談オンジーさんの実装です。で、えっ、ー、と、まあ、これ、手段の話なんですが、あの、まあ、いろんな、えっと、作り方あると思います。えっ、ー、と、まあ、そのまま OpenAI の SDK 使ってもいいですし、え、l a n g u a a i のコンポーネントを組み合わせて作ることももちろんできるかと思うんですが、今回 d e f i というのを使いました。これ何かと言いますと、オープンソースの LLM アプリ開発プラットフォーム、 え、などと紹介されていまして、え、ま、いくつか特徴はあるんですが、ま、いろんな AI モデルをこう簡単に実装検証できるような、え、検証をしてアプリケーションをすぐ公開できたり、え、するようなフレームワークなんですが、ま、それがあの、オープンソースだといったところが大きな特徴です。で、インターフェースも豊富でして、え、今回は、えっと、チャットボットしか紹介しないんですが、ま、ワークフローを作ったりとか、ま、そういったことも簡単にできます。あと API も、えっと、えっと、API のインターフェースも簡単にこう開けることができるので、ま、ま、あの、ただのチャットボット 以外のものももをわりかしいいいろろろ作れるととったところも特徴ですで何より、あの、そういった実装がグラフィカルにワークフローを構築することができますので、えっと、何でしょうね。RPA のフローを組むような形で、LLM のワークフローを簡単に作るような、作ることができるといったところが大きな特徴です。 はい。で、まあ、これおまけなんですが、あの、えっ、ー、と、先日ですね、ディファイを使って、あの、まあ、今日とちょっと違う話をしてきたんですが、あの、その結果ですね、このディファイの、あの、日本公式アカウントにもこう取り上げていただいた、といったところが、あの、あります。はい。これは、あの、嬉しかった出来事ですね。はい、で,はでは、では、実際に見ていきます。あの、何でも相談おじいさんですね。まあ、こんな形で、あの、最初におじいさんが何か言ってるんですが、それに対して、えー、例えば、仕事が辛いよというテキストを投げています。 で、え、まあ、おやおやどうしたのかね、みたいな、えっと、まあ、書きぶりから始まってですね、あの、まあまあ、まあ、ともかく、もう少し具体的に、あの、私にいろいろ教えてくれないか、みたいなところを、まあ、優しく、こう、聞いてくれています。まあ、このように、あの、経験豊富な、え、大学職員のペルソナを与えている AI なので、え、まあ、え、かつですね、まあ、経験豊富かつ、まあ、重要な立場で、あの、相談に乗ってくれる、乗ってくれるというのが大きな特徴です。はい。 で、先ほどのその能力の拡張といったところで言いますと、普段の悩みや意見をこう引き出してあげることで、本人の、つまりこのユーザーのですね、内省の気づきを与えてくれる、そういった AI になっております。おっとっと。 はい。で、え、先ほどの、えっと、経緯の中でお話ししました、ビ4ォ a s というページの中でも利用可能です。あの、QR コードをこちらから読み取っていただくと、まあ、多分このページに飛ぶと思います。はいまあ、この中にこんな感じで簡単に埋め、埋め込むこともできるので、え、まあ、誰にでもこう使えるような状態で今公開しているというところになります。はい。 で、えっと、中身どうなっているのかっていうのを簡単にお話しします。え、二つですね、システムプロンプトと使っている AI についてお話しします。ま、あの、えっと、なんていうか、実装としては、あの、下半分に書いているように、ユーザーがディファインのインターフェースにこうテキストを投げたら、あの、API から、えっと、API 叩いてくれて、えっと、その結果を返すと、ま、それをこう繰り返すっていうところになりますが、え、まずですね、システムプロンプトです。えっと、結構長いので、 本当、長いですし、えっと、日本語で書いてないので、これは本当に概要になるんですが、まあ、経験豊富なおじいさんの人格を持たせています。で、まあまあ、えっと、重要なというか、中立的な立場も取るんですが、優しく共感しながら、ラポールを形成しながら対話をしてくれると。そういった AI アシスタントを目指した、あの、システムプロ、システムプロンプトを組んでいます。はい。 で、あとは、あの、まあ、GPT でももちろん、あの、良かったんですけれど、今回はコヒアの API を叩いて、コマンド R プラスという、あの、AI モデルを利用しています。 で、えー、なんで GPT ではないかという理由が、まあ、ここに書いているのともう一つありまして、あの、ちょうど GPT の書きぶりというか、言いぶりというかですね、あの、なんとなくこう特徴がある、あの、特徴があるとは言い切れないんですけれど、なんとなく GPT が書いたような文章だって、あの、わかることが、あの、個人的に多くなってきたので、まあ、ちょっと別の LLM を使って話してほしいなっていうのが、まあ、ちょっと正直なところあったりして、別の AI をこう取りましたという背景にあります。 はい。で、実際のところを言いますと、コーヒー屋の API は無償のトライアルキーを一定の条件で利用することができます。まあ、月1000回までしか叩けないですとか、あと1分あたりに20チャットしかできないとか、あと所有利用ダメだよ、みたいな条件があります。 で、あの、まあ、結構無料枠多いなと思ったんですね。多いですし、えっと、実際にシステムプロンプットをこう実装してあげたりしたら、指示に追従する度合いも、ま、そこそこ高いですと。まあ、あとは、あの、まあ、今後、えっと、なんでしょうね。えっと、まあ、オープンソースの LLM を、こう、内的に、あの、組織の内部で使うとなったときに、えー、まあ、OSS だったら結構強いなと思うので、えー、まあ、その中でも、日本語の性能が高いといった、こう、コマンダー、コマンド R プラスを、こう、採用したといったところが背景にあります。はい。 で、もう少し、えっと、実装について詳しく書いたものがこちらになります。ま、あの、Defi 使うと何がいいかというと、とにかく、あの、こちらの、えっと、作、作り手の、えっと、手間が、あの、省けて楽です。 え、左上のオーケストレーションのところだと、えっと、ま、システムプロンプトを設定するところがあったりとか、チャットボットにかかる設定も、ま、ポチポチでこう、なんでしょうね。会話を始めるときのテキストであったり、あの、最初の質問も簡単に設定することができます。で、極めつけは、あの、AI のモデルを、あの、結構自由に設定できて、非常にこちら選択肢が多いです。えっと、で、多いですし、あの、オーラマも叩けるんですね。なので、えっと、ま、例えば LLMJP を GUF 化したものを、えっと、オーラマにかませて、ディファイ。 に呼び出してもらうみたいなこともできたりするので結構柔軟にできます、はい。で、まあまあまあそうですね。下の方にいくつかまあ嬉しいポイントもありますが、まあもちろんこう欠点もあるんですね。欠点もあるんですが、まああくまで私が今回、えっとプロトタイプで、プロトタイプとして作った範囲だと、えー、そのクラウドの、まあ、サンドボックス環境でも10個までアプリは作れるので、まあ十分かなと思って、えっと、特にどこかにあのデプロイするわけでもなくクラウド版を使っているといったところになります。はい。 で、えー、まあ、いくつかですね、あの、こんな感じで回答を返してくれますよという事例を紹介してみたいと思います。まあ、例えば、えー、部下と上手にコミュニケーションが取れないです。みたいなテキストが、こう、まあ、入力されると、こんな感じで回答してくれます。で、あの、結構、あの、長文でだらだらこう返してくれるんですが、まあ、例えば下線の部分で、まあ、部下が、部下が、え、どのような考えで何を大事にしているのかに耳を傾けてみてはどうしようか、みたいなことを、ま、優しくこう、聞いてくれたりします。 で、まあちょっとメンタルケアですとか、ハラスメントの相談はリスク領域なので、あの、実際に、まああの、すぐに実装できるわけではないんですが、例えば、ハラスメント気質の上司との付き合い方がわからない、みたいな相談に対して、まあまあその管理職が、まあえっ、ー、と、なんでしょうね、まあ辛いよね、みたいな、こう、感情に寄り添いつつ、あの、まあコミュニケーションのスタイルがそもそも合わないだけかもしれないよね、みたいな観点から相談に乗ってくれています。 で、ま、逆もしっかりで、あの、自分がハラスメント気質の上司だと思われているかもしれない、みたいな相談を投げると、まあ、真ん中の下線部分を見ますと、まあ、ハラスメントしているのではないかと、不安に思っていること自体、あなたが部下さんの気持ちに配慮できる方であることを示しているじゃろう。みたいな、あの、結構激圧なことを言ってくれたりします。まあ、こういった、あの、発言の傾向は、あの、なかなかですね、あの、GPTK だとしてくれなかったなというところで、まあ、あの、私がコマンド R プラスをこう気に入っているところだったりします。 はい。で、ちょっとこちら飛ばしまして、まあ、あの、まとめに入っていきたいと思います。で、こちらのプロトタイプの今後といたしましては、あの、ちょっと何もかも変えたいなとは思ってまして、名前とシステムプロンプトと AI モデルも変えようと思ってます。 あの、まあ、何でも相談を歌ってはいるんですが、ラグもファクションコーリングも何もやってないので、重すぎる相談を受けたりとか、ウェブ検索を求めるようなケースもまあ見受けられるといったところで、これはあの完全に何でも相談って書いているプロダクト名の,あのミスなので、これはすいませんでした。で、あとはなんかおじいさんと、まあ、私がちょっとおじいさんに憧れがあるので、おじいさんという名前をつけたんですが、ちょっと角が立つかもしれないなと思ったりですとか、 ま、システムプロンプトもちょっと、あの、リスペクトしている、えっと、GPTs があったので、そこから取り回したといったところなので、もうちょっと改善の余地があると。で、あとは、あの、最近ですね、GPT 1.5 Pro の、あ、すいません、ジェミニーか。ジェミニ1.5 Pro の利用料金が、あの、半額になったので、まあ、コーヒーのトライアルキーの運用が耐えられない場合は、まあ、安いので、ジェミニーに移行しても、それなりの精度出るんじゃないかなとも思っています。はい。 で、まあ、おそらく今後も、あの、細々と運用はこう続けてですね、まあ、いろんな大学関係者に使っていただいているので、運用は、はい、しようかなと思っております。はい、私のお話以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。